オスバルド・プグリエーセはアルゼンチン単語のピアニスト、マエストロ。順場と表記される独特の下町っぽい激しいスタッカートと全楽器が相互に絡んだ精緻な演奏が特徴である。単語演奏家の父を持つプグリエーセは15歳でピアニストとしてデビューした。その後、ペドロ・マフィア楽団やペドロ・ラウレンス楽団などを経ることにより彼らを生んだ。 フリオデカロの影響を強く受けたと言われている。プグリエーセが自身の楽団でデビューしたのは1939年33歳の時である。演奏スタイルは独特の下町っぽい激しいスタッカートと全楽器が相互に絡んでの精緻な音作りがその特徴となっている。初期の演奏テンポは緩急の差がそれほど大きくなかったが、 プグリエーセが、編曲面で、サウンドの美しさを追求するにつれ、フレーズごとに緩急がつけられるようになってきた。1940から50年代では目立たなかった。深和音や、グリッサンドや、トーンクラスターも、1960年代以降は、これが増量されて、プグリエーセサウンドと化した。ラクンパルシータでは、冒頭の A メロを、 丸ごとカットするという大胆な編集も行っている。メンバーの大量離脱があっても、その穴を補充して、楽団の解散は免れた。この時点で、プグリエーセは大巨匠になっていたが、肝心のピアノのテクニックは年とともに枯れる一方で、あり、1989年の東京公演で、輝ける東京を披露して、公式に解散が表明された。 名古屋公園でも司会が解散することを明言している。これ以降の商用録音は残されていない。しかし実際には解散しておらず、1990年代に入っても、精力的に地元やスペインで亡くなるまで活動していた。それらのライブ録音とビデオは YouTube で、いくつかが確認できる。1960年代以降の評価は、様式の不統一もありわれているが、 1950年代の録音は保守前衛の派閥に関わらず評価が高い。プグリエンセ楽団は3回日本を訪れている。1回目の1965年では直前に来日記念版が発売された。2回目の1979年の来日の際にはチケ、マーラ・フンタ、レクエルドなど数々の曲が FM 放送によってオンエアされている。 3回目の1989年に輝ける東京を披露したことで名高い。1946年の作品で歌詞は付けられていないが単語ファンがよく聞く曲である。作曲でも非凡さを発揮し、18歳で作ったと言われるレクエルド思い出は巨匠アニバルトロイロをして、自分はレクエルドただ一曲の作曲者でありたかった。と言わしめた。 ありがとうございます。